持ちを敷いたように書いたビジネスライクな雑誌で優秀言葉の意味を分かってるのか過去落ちが心配になってくる大きく見せてるところは可愛いそのツケをどこに持ってくるの自慢話を聞きに来たんじゃないあなたは私をどうしたいの時間だってね型じゃないんだし響かない言葉並べないで惨めなところ見せないでこのまま返してもいいの恋の始まりは理屈じゃないよ全然始まりそうになくないねえしやすくて冷めやすいんだ俺そんなこと誰も聞いてないでしょ無駄に手をつって探ろう落としてるがあかりさせないでもうこれ以上追いかけたくなるくらいにさせてよあなたは私をどうしたいの行くあてもない心が寂しい響かない心を動かして私だって笑ってたいの誰かこの扉を開けて寂しさを隠してるわけじゃなくて静かにさせてこんな